Hey yo! ケンツムッシュです。今日もね、クララやっていくんです。今日はですね、バランス調整の発表がまあ、さっき動画で上がったんですけど、加えて、こちらですね。将来的に弱体する可能性が高い候補を公式が発表。マジアチャー、ウォールブレイカー、ボムタワー、エレビズ。もうこの通りよな。うん。ミニペ入ってないのはまあ、置いといてなんですけど、この通りですね。で、見ていきましょう。もう四天王だね。エレビズのとこが多分ミニペだと、満場一致の四天王なんですけど、これが、下に書いてあります。マジアチとウォールブレイカー、高回転で嫌っても人気になっています。うん、多いですね。強いですし。3月にギガを弱体化して、体力、攻撃が 5% か方でしたっけね。されますと。で、マルチ上位とかでどのような変化が起きるか見たいと思っていますと。もし両カードが依然コートロ対マルチ、またグラチャゲとかで強かったら、また、弱体化すると思いますと。いったところですね。で、マジアチとウォールブレイカーは、ディガーが解放されても多分強いとは思うんですよね。なんだかんだ。絶滅は多分しないと思っていて。そうですね。新カードがウォールブレイカーワンパンできるんですけど、出るのが遅いんで、間に合わないんじゃねっていう説があるんですよね。で、エレビズはマジアチャユーノと似ていて、どんな敵でもヒットする強力なウルトラレアカードです。ただ強いという理由だけでなく、ただ強いだけで弱体化してたくないけど、まあ、ちょっと頭一つ出ていると。まあでも、マスケット重視とかの方が強いなって思うタイミングもあるんですけど、まあやっぱザップ効果がついてるのが強いですよね。エレクトロウィザード。まあスパーキーに対してもそうだし、スケルトンラッシュの受けに対してもそうだし、まあその他ね、ザップ代わりに使えるといったところで、まあ4コスにしては強いんじゃねえかって話でしょう。で、ボムタワーの下方修正についてなんですけど、これ。ボムタワーは他の建物と比べてパワーレベルで1枚上です。まあ、4コスの施設で、爆破ダメージとかもついてね、空にも言うて強いし、みたいな感じで。で、今回ね、大砲とムートを強化したので、まあ、それでボムタワーがどう変わるのか見たいです、みたいな感じなんですけど、まあ、言うて、ボムタワーは強いままなので、使われると思いますね。で、あれですね。まあ、それを弱体化しないのっていう話なんですけど、まあ、1ヶ月様子見ってとこですね。いや、ということで、もうおそらく使われるんで、4月の調整ですよね。いじられると思いますね。で、次、あれなんですよね。ロングシーズンなんで、8000がもっと出るって感じなんですけども、まあ、マジアチャ、ウォールブレイカー、エレクトロウィザード、ボムタワーか。まあ、ここら辺はね、やっぱ今、多いですね。TV とか見ても、まあ、ボムタワーマジアチャーとかね、夜組んだりとか、まあそうだし、俺もマジアチャー使ってるし、で、ミニペッカは多分、強いけど、まだ多分、下方はされなそうですね。というところで、マルチやっていきます。なので、割とね、みんなが下方してほしいカードを、まあ一応保険として、次、また下方するかもしれませんって言ってるんで、まあこれは多分しそうですね。ということで、余命があと1ヶ月なんですけど、頑張っていこうと思います。さあ、マルチ2000ほどやっていきましょうか。スケ受けて、ウッドで処理。枯渇か、ガゴ型なんで、こっちは。ちょっとね、ガゴ型なんで、よいしょ、ザップって入れ。プリンセスに要注意ですね。これジャイアントでよくて、逆サイにもしかしてナイトバレル来たら、スケで寄せてウッド回してって感じかな。テスラ。まあ、これ一発タワーで入っちゃうんですけど、はい、マジアチャ出しといてあげて。で、これガゴが多分ね、最強なんですよ、これ。ウッド使って、オッケー、破壊してくれたのめっちゃでかい。スケで抑えつつ、プリンセスどうしようかな。マジアチャで射抜きたいけど、ね、こう狙われるんで、ザップって処理しつつ、まあ、ウッド打たれたとしても、ここは、頑張ってくれるんで。はい、ダメでした。ガゴ出します。ここ、コウモリがいいな。これめちゃめちゃ不便っすね。許容されてって、
めっちゃ不便。今のコウモリでいいとこですね。相性はいいので、しっかり勝ち切っていきたいな。ギャングが来る。ここ出しときますか、もう。許容してくるかな。許容してきますね。ミニペ出します。で、ギャング受けからのって感じだよね。オッケー。スケ読みか、今の。マジックアーチャー出しつつの、ジャイ出していただけて、スケで受けつつ、ウッドウッドいただけて、ディガー飛ばして、ナイトで当てられるか、ここギャング出てくるかの2択ですね。前にギャングですか。これはこうしときましょう。で、これはガゴで飛ばせるんで、ここザップとスケだけで受けてあげて、ここ許容ですね。ジャイ出して、ウッド使いたいんよな。回してくる。なあ、回してくるか。延命しといてあげて。オッケー、これ消せるのめちゃめちゃでかい。オッケー、テスラも立てたんで、ここロケット打つか、どうかって感じですね。これ、あえて逆いきます。あえて逆行ってあげて、ザップ打っていってあげて、このミニペットをね、ガゴが怖いよねっていう話をしつつ、逆サイド狙っていきます。マジックアーチャー出していってあげて、ここはガゴで処理ですね。で、ウッド打ってあげて、多分回してくるんじゃないで。ここ出しときましょう。ザップ打ってあげて、削ってきます。マジックアーチャー仕事して。で、犬木が狙えないんで、スケでプリンセスだけ警戒しといてあげて、ディガー飛ばしてあげて、ザップ構えます。同じ位置に相手飛ばします。ジャイ出してあげて、ここはこうですね。で、同じ位置飛ばします、もう一回。OK。あとちょっとですね。やばい。やばいのでは？さすがにバレるか。OK、危ね。ああ、グッドゲームという感じで。まあ、これは結構有利相性を取ってたので、まあ、美味しかったですね。で、ガゴ型ね、さてはね、これいい説が出てて、今、俺の中で。うん。バルーンに酔えんすよ。コウモリだと、ザップでパーンされるし、雪玉で飛ぶし、トリネでも飛ぶし、アイスピでも飛ぶし、だコウモリって、意外と脆いんですよね。もちろん便利なんですけど、ってなったら、ガゴの方が今強いんじゃねって。その、飛ばされないんで、矢のアメカ5打たれないと。多分、ガゴの方がラバーにもワンチャンあるし、バルーンに対しても、かなり強くなると思うんで、まあ、ガゴでいいかなっていう感じですね。で、上位まで行ったら、コウモリの方が強いんだろうなって感じはするんですけど、まあ、俺、高回転初心者なんで、多分、ガゴ型でこの魔境を切り抜けた方がいいかなって感じはしますね。さあ、やっていきましょう。ゴレとかに対してはな、どうなんだろうって感じはするんですけどね。さて、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 さて。だマジアチに弱いんで、ガゴが。あと、3コスってね、地味に重たいんでね。ウッド飛ばしてあげて、ガゴでいけます。で、これは、ま、一旦放置かな。ディガーだけ飛ばしといて、ウォールブレーカーかな、これ、相手。スケだけで、ちょっと受けといて、これね、ミニペ、左に出してると、ワンチャン演劇の前になんかつけられたら怖かったね。そういう感じか。マジアチャ出して、ジャイで釣りつつ、何なんだろうな。エレキ切ったし、相手これ相当だるいはず。ガゴ出していただけて、ウッド飛ばします。で、マジアチャに遅れて、これがね、これよ
これ、この画語、射抜かれるんかい。でもこれ、マジアチャで。はいはいはい。精霊つってね、並んでくんで、このダメージめちゃめちゃおいしい。でも、今の、雪玉で飛ばないの分かりますかね。それなんですよね。センスの助見せました。オッケー。ペッカなんで、ジャイはできるだけ温存していきたいな。なんだろうな、相手。普通にラムライダーとか入ってるやつかな。ここを、ジャイミニペで、いきます。理由としては、ここにペッカ組まれたらめんどくさかったんで、よいしょ。ここのダクプリ強要で。あー、なるほどね。よいしょ。頼む。スケ、こっそり。頑張ってほしかったー。痛いよー。痛ぇ。めちゃめちゃ痛ぇ。ペッカ来るー。ジャイズリー。ここディガーで抑えます。抑えといてあげつつ、ここガゴ追加してあげて、これ出しつつ、 OK、 このタイミング完備めちゃめちゃ美味しい。でディガーで削っていくと、めっちゃいい整列で、ペッカ来たら射抜く。射抜いてあげて。オッケー、いいんじゃね？ナイスー！オッケー！でかすぎ、剣心。これか、こういうのに勝ちたい。まあ、危なかったんですけど、まあ、割と、マジアチャーというか、その、ガゴがね、いい味出すんすわね、これ。7-3 っすね。オッケー、こっからまた今日夜頑張って投げていこうと思います。ということで、まあ、現環境で強いね、四天王カードが、まあ、下放されるよっていう告知でした。まあ、されない、されるにしろ、発表するってことは、まあ、相当危険な状態にあるので、おそらくされますね。されるし、みんな絶対使うから強いもんだって。公式が発表するってことは強いもん。なので、まあ、知っとくと得する、豆知識じゃないけど、新情報でした。では、おつめし、バイバイ。